どうも、どん底です。背取りの方を徐々に始めました。わからないところばかりなので、ノウハウを動画を見ながら参照しております。必要な備品は最初に出た利益から充当してあてがっております。空いた時間で商品の撮影、必要な備品は100均のダイソーで手に入ります。あとは慣れてる人の出品の方法を真似ているだけです。ブランドのこととか無頓着だった私ですが、徐々に理解が深まってきました。まだまだ先は長いですが、利益を増やすためには頑張ります。今は充実しているので、利益が出ればデリバリーもやる気が湧いてきます。最近モチベーションがどんどん湧いてきました。心の余裕が保てるようになりました。頭の中がいっぱいだと何をやってもうまくいきません。明日はどこのお店に行こうか、どこでご飯を食べようか、結構楽しみが増えてきました。もっと充実感を増やしていきたいと思います。諦めなければなんとかなるものだと思います。エネルギーをため込めばなんとか推進力はあるので、前へ向かって向上していきたいです。いろいろ相乗効果があると気づいたので、今の調子で、今のタイミングでやっていきたいです。やっぱり工夫することですね。まだまだ完璧にはなれないですけど、まあ自分なりにやっていきます。シミ落としのノウハウもいろいろ勉強しました。今日は隙間時間で商品撮影のノウハウを学びました。去年から撮影は慣れているので、そこそこまあ分かりやすかったです。私は集中をし始めると長時間没頭してしまう性格なので、延々とこういうことを繰り返してやっております。夜は育毛の時間ですね。
私は熱中してしまうと長時間ずっとやりすぎてヘトヘトになる性格なので、そこは一旦冷静になる場合もあります。やはり何でもバランスが大事ですね。最近熱中しすぎて夜更かしをすることがたびたびあるので、そこは直していきたいです。最近は朝早く起きることが得意になりました。その朝早く起きた時間を学びの時間として朝活をしております。今年1年も頑張り続けると思うので、マイペースで体調を維持しながらやっていきたいです。